こんばっちー8チャンネル始めていきます。今日はサクサクセスで気まぐれ選手作っていきたいと思います。今回は天才サード作成。左投げ左打ちのサード。フォームはちーちゃん。好きな球団は小柄しくんからいぶし銀狙いで広島で行きたいと思います。ということで天才カードとヒーリングカード、この2枚で頑張りましょう。はい、ではやっていこう。ドン。星165、なかなかだね。オッケーオッケーオッケー牧場。ガッツ石間さん、もう全然見ないね。うますぎ。弾道も出てきた。赤消せ。わお、ナイス。はい、箱ナイス。いいね。回復してからここ補給。あ、これはありがたくもらっておこう。さてと、守備のいぶし銀もらえず。マジかい。お、残念ながらね、EDEDED にはなれず。残念。DDEDED。頑張って立ってくれ。あ、やべ、これ行くの忘れた。って思うでしょ。また輝いてね、戻れるんでね。おかしいな。輝いて戻る未来があったはずなんですけどね。うわー、ハテナマス行くのに赤マス踏まなきゃダメか。はい、ほら来た。予定通りと。うん。1個赤マス踏んだのはちょっと痛かったけど、予定通りこっちに戻ってくる。完璧ですね。これがプランやと。よいしょ。まあ、こんなもんかな。ていていと。よしよしよし。捨て2でほぼほぼオール D かな。いい感じですね。で、宝箱を取っていきたい。シャッフルなかったら成功だった。で、トッカマスがあるね。トッカマスが、トッカマス。止まる。位置微妙だよね。ナイスパワー。いいね、13最高値。はい。拾う。ああ、まあ、これ回らんでいいから。クロンさん降格。オッケー。クロンさんはね、降格のみなので。避ける。もらう。OK。まあ、赤1個踏みつつね、こっちいけるんで。輝け。いやー、結果なんもなかったと。ヒーリングが動かんと。やる気が足らんと。やる気はいこう。これいこう。サンキュー。安倍さん。いいですね。やる気全開でプラス1は辛いな。やる気ボーナスがせめて入ってほしい。よいしょ。弾道そこか。なんか無理に行く必要ないぐらいの場所だね。補給ナイス。現象がたまらんぜ。肩。は、は、は。最後、博士がいればという、そんな感じかな。いや、いたとしても弱えな。CADBB。あっと来たわ。やる気絶好調だから、青赤でもいい。ただ、ゴールの位置悪いね。パネッテン。残念。青赤です。いやー、意味わからんし。青赤来たって思ったら、赤確定で踏ませて、マイナス6、マイナス4。ミートがマイナス10。なんでだよ。おかしいだろ、ゴール付近のこの赤の量。オッケー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 。許容範囲。マイナス6、プラス6。待って、やる気が全然入ってない。やる気が全然入ってない。まあ、ヒーリング、大丈夫かな。プラス2。いや、大丈夫っしょ。いけるっしょ。下か。これ、位置微妙すぎるって。それ、右に曲がってこい。やればできる。いけるぞ。ほら、こっち来い。俺。よいしょ。ナイス。いやー、やっぱね、青赤。短時間で能力上げ、1足りん。上げられるから、本当にね、効率的ですね。ナイス5。いやー、ミートもパワーも、肩も下げたくない。理想は守備を下げろ。ミートが下がる。はい。ということで、いかがだったでしょうか。うまくね、青赤引いて、能力サードっぽいいい選手になったんではないでしょうか。それでは、名前設定、いってきましょう。はい、名前設定しました。名前、星482から、シャニーくんという名前になりました。いかがだったでしょうか。最後の青赤ダブルアップダウン、うまく使えてサードっぽいいい能力になりました。ありがとうございます。果たしてこの能力でどれだけ活躍できるか期待してオートペナント回しみましょう。はい、1年間オートペナント回してきました。結果はこちら。打率3割2分3厘。ミーと B でも思った以上の成績素晴らしい。よく頑張りました。ワンチャン首位打者もね、見えてたかもしれない。ということで、170安打のホームラン。40本はホームラン王。よくやりました。そして、121打点で打点王も獲得。通常打率よりも得点圏打率、やや低いんですが、それでもね、いい成績残してくれたかなと思います。フォアボールが90の三振が80。ちょっとね、三振多かったかな。で、盗塁が7個と、総力 C だったら仕方ない。で、後の数字はこんな感じ。OPS は 1.025。強い。今回のシャニーくん、取ったタイトルは、新人王、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、ホームラン王、打点王の合計5つでした。いかがだったでしょうか。ぜひぜひダウンロードお願いいたします。ということで、バイバッチ。